今回は大空に舞い上がるタコ、ヤッコダコを織ります。用意するものは15センチ15センチの折り紙1枚。今回足に用意しましたのが、その15センチの辺を7ミリぐらいカットしたものは2本、糊、ハサミを用意しました。はじめに座布団折り、裏に返し、同じく座布団折り、もう一度3回折ったやっこさんをお顔の部分とお顔の部分を残して、手、両手、厚みがあるのでどうしても浮いてしまいますので、のり付けします。足を付けるのですが、今つけたのが15センチの一辺を7ミリぐらい切ってみましたが、長いかなと思いましたらば適当な長さでカットしてみてください。ヤッコダコの出来上がりです。支え合い会議なりますは、なります地域にいつまでも暮らし続けていくために、なります地域ならではの支え合いの仕組みを推進しようと、なります地域で活動しているグループや福祉団体、その他多様な関係機関の有志がメンバーとして集まった会議体です。なります地域の仕組みづくりの一環として始まったのが手工芸サポーターの会です。年に何回か集まり、折り紙で成増図書館の掲示板を彩り続けています。活動内容はホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。